おはようございます。ナミさん、お疲れ様です。今回ね、ダイダルスウォレットがバージョンアップして、それで不具合が起きてるそうなんですよ。で、これもね、いろいろ調べてみると、Windows 11、11ですよね。こちらの方でダイダルスウォレットを取得するときにトラブルが起きてるみたいなんで、Windows 10とかね、それから Mac でやられてる方は、あんまり不具合感じないそうです。そしてダイダルスウォレット新しくなると、これね、かなり立ち上げ早いらしいですね。私まだね、ダウンロードしてないんでね、これからやってみようかと思います。ナミさんの動画、一通り見た後で、取り組んでみますんでね。まあ、このダイオドルスの、なんかのバージョンアップね、本当にすごいですね。ここまでしっかりと動いているもんだなと思います。そう考えると、この体の以外の、いわゆる ICO ってやつですか。どれほどアイフェだったものかがわかりますよね。本当にいい案件に私たち、まあ一緒に、取り組ませてもらってるなと思って非常に嬉しく思います。そして体のステーキングの方ですけども、もうねステーキングといえばADA といえばステーキングみたいになってきましたけども、どうですかね、年間でどのぐらいのステーキング報酬になりますかね。まあ体の自体が値段が変わるんで何とも言いませんけども、今の水準でいうと243円、大体250円前後で考えると、そうですね、600万ぐらいになるんですかね。700万とかすごいですよね。最小単位で買ってても軽く日本人の平均年収を超えていって、まあ課税効果のことを考えても、そうですね、日本人の平均年収ぐらいは残っていくんで、もはや元金に手を出さなければ夢の金利生活みたいなね、昔ありましたけども、それが叶うのかなと思います。もちろん大きな贅沢はできませんし、こういった暗号通貨系っていうのはこの歌方ですから、あくまで含み益の中で有頂天になることはできませんけどね。まあでもこうやって日々体の情報に触れて体の情報を発していくと、本当に体のってのと一緒に歩んでるんだなと思いますよね。これからもナミさんよろしくお願いします。ありがとうございます。